エヴァさんめっちゃ可愛い。エヴァさんマジで癒しすぎる。エヴァさんみたいな子めっちゃ好きなのね。エヴァさんが癒し枠すぎてめちゃめちゃ可愛いなってずっと思ってた。ガチ癒し。一番めっちゃツボだったんだけど、木が AV に来てて、あ、ちょっとこれワインのところにマッチいるかもしれないみたいな話になったね。リオがスキルもらえませんかみたいな言った時に、あ、食なすそう、めっちゃね、ふんってこう一生懸命入れてるのがめちゃめちゃ可愛くて、しかも一生懸命ふんって入れてるんだけど入ってないよね。声が可愛いよね。さ、一生懸命なのがめっちゃ可愛い。終始可愛いなって思ってた。あわあわしながら、ドローン出しますとか、リコ出しますって言ってるのが可愛いなって。TikTok だったかショートだったか見ててさ、相沢エマさんが出てきたの。エマちゃんの声めっちゃ好きなのね。で、なんかエマちゃんの切り抜きだったんだけど、リスナーさんが好きだいって10回言ってみたいな。エマちゃん最初なんかハテナみたいな感じで、好きだいみたいな感じで言ってたんだけど、気づいて、あえて大好きって言ってくれてんの。ひっくり返った。突然ですが、スキー大って10回言ってください。一生のお願いです。スキー大好き、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 俺も。気づいて、ちゃんと大好きって言ってくれてんの。もうスマホ投げるかと思った。言ってくれてる。可愛すぎてひっくり返った。ファンサがえぐいと思って。いや、もう可愛いね。ほんと。びっくりしちゃった。ドキドキしちゃったよ。